皆さんこんにちは、キリアです。三国志14続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回こちら五の都市にいた玄白虎を倒したところで、今こちらこの王老軍を今二方向から攻めているというところですね。そしてこちらの炎術とも、結構ごたごたし始めたところですが、まずここの兵士数1000のこの反応隊、この反応隊は一旦こちら露光に戻ることにしました。で、残りのこの3000の部隊たちで、ここに櫓を立てたりいろいろ罠を張ったりとかしているところです。こちらもう樹春がすぐ目の前なので、敵が攻めてきたらまずいですからね。そしてこちらの5ですけれども、もうすぐにここから出陣してしまいましょう。もう向こうの王老軍早めに倒したいので、もうとにかく移動が早い奉仕の陣を使えるこの3人で行きましょうか。これ全員奉仕の陣にして、これで行ってみましょう。そしてこれで、こちら海景を目指してもう一気に行く。あ、これルートはこうなるのか。これで海景到着まで20日2ターン分か。よし、ではこれで行ってみましょう。はい、出陣だ。よし、これで、こちらから出た6488と、あとこの34000合わせて、この海景を落とす。そして前回、ここの5攻めの時に、周囲が部隊壊滅して退却したので、その周囲をこの露光に呼び寄せましょうか。こっち側はちょっとあんまり強い武将がいないので、ここ呼び寄せで、今、剣業に、あ、大使になってるんだ。剣業の大使をやっている周囲と、あと5、どうしようかな。5人いる。テーフ呼び寄せようかと思ったけど、5から呼んでしまうと、玄白虎は大衆になったりするのかな。玄白虎、中世。一応、褒美はあげましたけど、中世どこだ？これか、中世97か。もう一応、玄白虎に5を収めてもらってもいいかなとも思うんですが、当主呼ぶか。当主呼んで、で、次のターン、もう一回玄白虎に褒美あげて、そして、テーフを呼び寄せる。という感じにしましょう。これで、2人呼ぶ。参ろ。よし、それではこれで進めていきましょう。さあ、この5から兵士が出撃して、そしてここも、突き進んでいく。こっちの炎術の方は、確認してくれ。報告によれば流氷軍が我が軍の西宗方面へ進行中。マジか。早急に手を打つ必要がある。西宗の方に来たのか。流氷はあんまり攻めないだろうと思って、ここから出陣したけど、1ヶ月以内に兵糧枯渇の恐れ。マジか、商人いない。そうか、ここ結構長いところ進んでいるから兵糧も食うのか。西宗方面といっても、西宗に直接攻めてくるのか、それとも歩を取りに来ているのか。こっちの方、劉氷の部隊で出陣しているのこの部隊しかないぞ。ここから来るのか。それにしてはなんか方向おかしいですよね。もう少し様子を見るか。んで、こちらに、炎術の竜壁隊が来てるのか。兵士数7000。んで、ここでいろいろ罠とか張ろうと思っていたんですが、その前に来ちゃったのか。んで、ここに火罠あるけど、これ、ガッピちょっと一旦譲るか。炎術に。ちょっとここ、あんまり、攻めすぎても、損油が残り800になっちゃってるし。これ、敵接近時無視で、いやもう損油は退却しようか。損油はこちらに退却して、で、この鎮王隊も、敵接近時無視で、ちょっとこの陸岸に一旦進む。んで、こちら主治隊はこの火罠を作った後に陸岸行きたいんだけど、それはできないんですよね。そしたら自己命令退却にすればいいか。まあ、作って一気にこの露光まで戻るということは考えにくいので、多分途中まで移動するだけになると思うので、その後またこっちで防衛してもらうという感じにしましょう。で、ここのガッピはもう放棄する。ガッピは放棄して、ちょっと一旦戦線を下げましょうか。で、ここの兵糧が7000。これ、兵糧枯渇。ちょっと待ってよ。こっち、サイスを攻められてるし、ちょっとこの二人戻るか。この二人ちょっと一旦サイスに戻りましょう。動くとするか。こっちまで進軍してきたけど、二方向から攻めようかと思ったけど、ちょっと一旦西宗の守りを固めたい。そしてこれ輸送をしていきましょう。これで輸送する行く先を西宗にして40日結構かかるんだよな。そしたらこれで行ってもらいましょう。行ってまいります。
あ、でも次上旬だから収入はあるのか。そっか、まあいっか。そしたらこの7000の兵がどこに行くかわからないけど、一旦周遊ちょっと出陣しておきましょう。訓練とか歩兵は減らしたくないので、とりあえず周遊だけで行くか。周遊で眼光の陣で兵士数3000ぐらい。こっちゼロにはしたくないですもんね。左側に流氷軍いるし。これでこっちの陸安方面に一旦進軍して、到着まで12日、これで行ってもらいましょう。はい、この周遊に続け。よし。んーで、あとはこっちの5の方がと、こちら玄白湖に褒美をあげて。当然だね。よし、これで露光に向けて、こちら帝府も移動してもらいましょうか。参ろう。よし、そしたらこれでまた時間進めていきましょう。ちょっとこっち側の連術軍とのこの攻防がどうなるか。攻防というかもう逃げていくだけですが、こっちは。さあこれ、これは孫勇対壊滅。マジか。これで孫策軍と王老軍が敵死になった。これで合皮を取られて、孫勇は今どうなった。孫勇は逃げたか。おっと、師匠軍の使者が孫策様に面会を求めている。ほう、これは、師匠の神資金。お、これで師匠軍がまた、神前の贈り物を送ってくれましたね。金2300。これはありがたい。いただきます。よし。有効に使わせていただきましょう。さあ、これで。これを。これで流氷軍が相変わらず再送方面に向かっている。孫勇は捕まったとか言われてないから、これは多分逃げたのかな。そしてこちらの陳王隊もちょっと、敵接近時無視にしているけど、そんなに攻撃されているところですぐには動けないのか。すぐに逃げていくことはできない。んで、ここに火花完成しましたね。こちら、手地隊。そしこちら、さらこの手地隊、陣、陣をここら辺には敷けないのか。陣をここに置いたとしても、この2マス分以内で戦う、この弓矢倉の向こう側で戦いたいんですよね、戦うとしたら。悩み事か。ただ、周遊この辺に移動して、そしたら、主治はこの辺に、移動する。これで弓矢倉と、周遊と主治の弓で、どんどん戦っていくことにしたい。で、陳王はとにかく逃げる。そしてこの輸送部隊向こう行ってるけど、1ヶ月以内に兵糧枯渇の恐れ。兵糧、これは、このマークは何だ？状態。何か？これは兵炭が、兵糧が足りないということか。兵炭は繋がってはいるけど、兵糧が足りてない。んで、流氷軍は？あ、これか。この流番隊が、これを取りに来てるのかな？この剣将。まあ、ここはいいでしょう。あと、そして改良隊が、ここにいる。で、海越がここ。そんなに急に何か、この再走は危険にさらされるとか、そういう感じではなさそうですね。おっと、そして曹操軍がこちら、樹春の方に、結構進行してきている。そんなに激しく動いてるわけではなさそうですけど。そしてこちら、海慶の方は、もう1、2ターンでつく感じか。これ、敵のマスの中を進軍していくときって結構移動力落ちるんですよね、確か。それですぐには届かないですけど、このまま進んでいきましょう。そしたらまたこちら、自部隊兵士補充があるので、これやってみましょうか。よし、それではまたこれで進めていきましょう。まずは、おっと、これで兵士増えましたね。さっきの決済で。これで、こちらの軍、新王隊が逃げ切れるかどうか、敵の竜壁隊から。おっと、5で、カカが元春を発見。おお、魅力を尽くします。さあ、こちら、来てくれました。元春が仲間に加わった。そしてこちら捕虜の陳強玄白子、前の主君が、東洋に行ったんですがダメでした。さあ、これで逃げて、うっつつつ、おっと、これで火花が発動して相手足止め食らっている。その間に逃げ、あー、ダメか、どうだ。そして玄与を、訪ねていった。こちら、あ、玄与は東洋に応じてくれた。だ。そして青鸞の将、これで逃げていけるのか、どうなんだ。かなり際どいところまで来ましたが、これで呂布が終始士に任命された。んで、再走あたりに攻めてきていると言っていますけど、それの兵士が部隊が確認できないんですよね。呂布が終始士になった。あ、この平原を落としたのか。呂布が平原を落としている。
炎章大丈夫か炎章が高孫さんと戦ってるけど、その背後を呂布に奪われてるぞ。んで、あとこっち、劉備軍とこの孔侑軍、孔侑が死んで奥州軍か。奥州軍になったところと戦っている。結構各地で戦争が起こっている。あ、そしてこっち側の魚鱗の陣で二人出ていた人たちは西荘に戻りましたね。西荘に戻って、そして劉番隊がこっちに来てるのか。慶章だけならいいけど、南章の方まで来られると厄介だけど、兵糧が足りないので、ちょっと外に出たくない。この輸送隊が着くのを待つか。そしてこっちの王楼の方まで、だいぶみんな近づいてきましたね。よし。では、これで、こちら王楼軍と、あとこっちの炎術軍、この竜壁軍から、この陳王が逃げ切れるかどうか。陳王、ちょっと待てよ。陳王、こっち側から、ここら辺、後ろの方を通って、こっちの、露光まで逃げるか。そしてこちらの竜壁隊が今混乱状態か。これ攻めていくか、いや深追いしない方がいいか。このまま進めていきましょう。さあこれで、あ、逃げていきますね竜壁隊。うわ、つばで上から来てる、上から誰か来てる。これは綺麗か、綺麗隊が来ている。そして孫昌が陳橋の投与を言ったけど、陳橋がなかなか入ってくれない。そしてこちら、おっと、こちら綺麗隊が来ている。そして西荘の兵糧が不足。あ、そっか、西荘、そっか、さっきの2人だけじゃないんだ。これを西荘から出撃していたのが、さっきここら辺にいた2人、あの2人組だけじゃなくて、こっちのこの2人もか。陳武と宗賢、この2人も西荘から出撃してたんだった。そっか、この2人が兵糧が足りてない。でそしてこっち孫策、周泰、梁宗の3人がこの海家に攻撃していますけど、これはもう海家落としちゃった方が早いですよね。もうここみんなで海家を攻撃していきましょう。でこちら海家の兵士数残り4100なので、まあ、これは問題なく倒せると思う。で一旦これ海家に入城してしまえば、これは西荘から兵糧を受け取るのではなく、海家の兵糧を使うことになると思うので、これも大丈夫でしょう。そしてこちら竜番隊、竜兵軍の竜番隊が、これは多分これこの剣章を取りに来てるだけかな。南章の守りの兵士をちょっと今兵糧がゼロか送れないので、これはもうこっちまで来ないことを願うしかない。で他の竜兵隊は来てないか、大丈夫か。であと問題はこっちの炎術の方ですけど、弓矢倉を攻撃している間に、こちら周瑜と朱智で攻撃できればそれが一番いいけど、これどう移動してくるかな。こちらに、主治こっち側に移動しておくか。やるとしましょう。この弓矢倉を避けてこう行かれると困りますもんね。それちょっと後ろからテーフがこっちに来ているので、テーフ魚鱗で兵士3000で、そしたらこの騎兵隊への攻撃でもう行ってしまいましょうか。出陣だ。よし。さあそしたらまたこれで時間進めていきます。これで、おっと、コブの章発見、五越春秋を発見。そして、陳橋が東洋に応じてくれない。でこれ弓矢倉のところに来てますけど、弓矢倉を壊そうとしてますね。でここでおっと激励発動。そしてこの周瑜と朱智が敵を攻撃していっている。ちょっと探索や投与があまりうまくいかない。そして後ろから魚鱗のあれが来てますね、テーフが来ている。報告がある。さあこれあんまりちょっとこっち側を見ることができてないけど、この海家に兵士があと2000か。ただこっち、周泰、梁宗がちょっと少なくなってきた。そしてこちら集金隊が、これは援軍に来てるのかな。こちらの建安から援軍に来ていると思いますけど、ただこれ兵士が834、まあ問題ないでしょう。そしてこっちのこの建安の方にはこの三越が暴れている。とそしたらまたこちら兵士補充、今度は周瑜の兵士補充をして、あとこれこちら小京、小京が金500を費やして陸安にいる炎術軍の騎兵隊を混乱させる。これ大きいですね。成功率 45% ですけど、
でしかも金が少なくなってきた。みんなの忠誠あげるために今宴会とかもしたんだけど、お金が少ない。ただここの儀礼隊を今ここで混乱させることができたらかなり大きい。こっちなるべく被害少ないまま倒したいですもんね。成功率 45% と低いですけど、ちょっとこちら消去にかけてみましょう。そしたらこれでまた進めていきましょう。あ、そうか、これ周遊隊か。そうか、周遊の方なんか5で攻めている方と勘違いしてた。こっち側か。これは別に補充しなくてもよかったか。そうしたらこれで、あ、消去が提案した儀礼隊への混乱は失敗に終わった。うん、さすがに 45% はきつかったか。これでおっと逃げていく。これで、あっと、これ敵追いかけるあれにしちゃったけどちょっと待てよ。おっと、そしてこれで会計落としたか。いや、まだか。これで会計のあれが半分になって、会計の防御が半分になったけど、で残り1000ですね。敵の兵士数が残り1000。ただこれは会計耐久度よりも兵士数の方を先にゼロに、おっとゼロにした。よし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 、これで会計を制圧しました。よし、さあこれで、虚構虚勢、愚本周金、こちら全員投与しましょう。うっと、全員ダメか、マジか。そしたらまあこれは捕虜にしておいて、そしてみんなここへ入りますね。おっと、そして波動レベル2。これで主義レベルが上昇して拡張プラス1と総コストプラス5。おお、そしてちょっと待てよ。これで会計制圧して、あと敵はこちら、王老軍建安のみとなりましたが、ちょっとこっちの、うっと、これ大丈夫か、大丈夫か、こっちは大丈夫か。この流氷軍は建章を制圧して、そして戻っていくだけか。こっちに攻めてくるわけではない。そして露光の方、これ周囲を敵を追いかける設定にしちゃったんだよな。周囲と、あとこちらテーフもか。ただまあここで、移動フェーズ終了か。これをそしてそしたらこちらどうしようかな。主治が一旦こちら弓矢倉を補修して落とし穴を、うーんと、ここに作れるか。ここに作って、うん、でそれで自己命令退却で、敵がこの道沿いに歩いてきたらこの落とし穴にはまって、そして矢倉で攻撃されるという、そんな感じにするか。よし、これで今会計に、兵士数9660、うん、こちらも負傷兵の回復を待っている暇はないので、このままこのメンバーで、ただこっち5人しかいないのか、ちょっと移動させとかさせながらやっていきましょう。で、兵糧が少なかった宗剣と陳武もここからの出撃なら、これからは兵糧がたくさんある状態で攻めることができる。で、これ攻め落とした直後がこの治安が低めなのがちょっと問題なんですが、ちょっとこの辺もしっかり準備してあげていきましょう。そしたらここで、もう一度出陣だけしてしまいましょうか。孫作、周泰、梁宗、陳武も連れていくか。陳武か宗剣、陳武も連れて行って、で陳武が魚鱗で他の3人は奉仕、これで決定して、こちら王老軍の建安をみんなで攻めていきましょうか。陳武だけちょっと遅れるけど、あ、ここ取ってないのか、この昭安公。ちょっと待てよ、どうするそしたらちょっと待て、陳武1000にして、両層と周隊もうちょっと増やすか。よし、こんな感じに割り振って、そして孫作、周隊、両層のこの奉仕3人組はこのまま、この建安を攻撃していく。25日到着まで25日。そして陳武は、ここの港を取ってから、そしてこちらの建安へ向かう。ちょっと五詰めみたいな感じになるけど、あ、これこう戻るんだ。ちょっとあれも取っておきたいんだよな。マスも塗りつぶしていきながら、こんな感じでいきましょう。よし、これで決定。ついてこい。よし、そしたら今回はこれで終わりにしましょうか。ちょっとこちら炎術軍との小競り合いが本格的な戦争に発展しなければいいけど、なんかしそうなんだよな。これからまたどんどん兵士を送り込んできそう。で、ここのガッピはもう相手に譲って、周りのみんなはもうこれで帰っていくことにしましょう。兵士はでもこれ一人ずつぐらい駐屯させておいた方がいいのか。でも兵糧いますよね、これ。都市から出ていくと、こっちも兵糧がそんなに潤沢ではない。後ろから輸送隊送ってはいますけど、ちょっとこちらはなんとか粘って、早めにこちら王老をなんとか退治していきましょう。
よし、それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ちょっとこれちら戦線が広がってきて結構大変な感じになってきましたが、次回なんとか楊州を制圧して、そして今度次の相手炎術ですかね。これはもうちょっとこっちにちょっかいかけられると困るので、王路の次は炎術を討伐したい。でそうなると今度こっち曹操とか劉備とかと接することになるので、なんとかこちら外交をうまく使っていきたいですね。周瑜の助言がいまいち信頼できないけど、よし、そしたら今回はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。